フェリペ・ポイ・ワイ・エイロイ・フェリペ・ポエは、キューバの動物学者である。ハバナに、フランス人とスペイン人の両親のもとに生まれた。子供時代を、フランスのポーで過ごし、マドリードで法律を学んだ。スペインで弁護士となったが、自由思想の持ち主であったために、スペインを追われ、1823年に、キューバに戻った。博物学の研究をはじめ、1925年に、 フランスに渡り、キューバの蝶についての著作をはじめ、魚類の知識を得て、後に、ジョルジュ・キュビエとアッシル・バランシエンヌに、キューバの魚類標本を送った。フランス昆虫学会の創立に参加した。1833年に、キューバに戻り、1839年に、自然史博物館を設立した。1842年に、ハバナ大学の最初の動物学、 企画解剖学の教授となった。ハバナ科学アカデミーを創立し、人類学会を創立し会長を務めた。1974年に生誕175年を記念して記念切手が発行され、1999年にも生誕200年を記念して、巨類の図と共に記念切手が発行された。ありがとうございます。